お世話になりますヒトリーでございます。2021年は牛年ということで、色違いケンタロスが期間限定レイドで確率アップしていましたね。今までの色違いレイドではカンプジンとか星ガリスとか、正直微妙なポケモンが多かったかと思います。ただケンタロスは今までの中ではまだ良さげなポケモンで、それが色違いとなると結構需要はありそうですよね。となると野良交換に出したくなりますよね。私はどんなレアポケモンをもらえるか気になりすぎて眠れなくなりました。皆さんも同じく目覚ましがスヌーズ機能でずっと鳴りっぱなしだと思いますので、今回は色違いケンタロス15体を使って野良通信交換でレアなポケモンをゲットできるか検証していきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいんですが、まず毎回説明してるんですが、以前の動画で奇跡が起きまして、私ね、一人を知ってくださっている方が両親で交換してくださった事例がありましたので、今回もねちゃんと私の名前でないアカウントでやっていきたいと思います。で、今回もまた基本的には私が欲しいと思った色違いをね狙っていきます。で、さらに、ザルードとか、その辺の幻系とか、あと、伝説系とかもね、結構解禁されましたので、そのあたりの色違いとかもね、いればね、狙っていきたいなと思う次第です。それでは早速、やっちゃいましょう。インターネットにつないで、ちなみに今18時11分ですね。この時間帯はちょっと交換しにくい時間帯だと今までの経験上は思います。ちなみにもうすでに2体だけ交換してやったんですが、録画データまたね、なくなっちゃいまして、それで失敗に終わりました。なのでこれ地味に2回目の撮影です。とはいえケンタロスまだ予備にいたんでね。おうジガルテじゃん。ダメか。いや、ジガルでもらえたら良すぎでしょ。ダメだね。改造じゃん。改造なんか対策されたとかなんか言ってたような気がしたんですけどね。GTS とかだけだっけあれ。普通にいるじゃねえかよ。すげえ今時間かかったからね、こいつ出すまで。ってことは交換してくれる可能性かなり高いですよ。無理かよ。無理。ドランはいらん。困る。うわぁ、こいつダメだろ。また。早速来たよ。ダメでしょ。まだ解禁されてないよね、こいつ。早すぎでしょ。来ちゃいけないやつ。来るの。メルタンいらん。おわ、ダメだ。お、この花いいじゃん。これ欲しい。くれ。オッケー、いいね、もらったー。こいつ、すげえ、真っ赤っか。オレンジって言った方がいいのかな。真っ赤っかより。すげえいいわ。でもこれあれだ。私、ポケモンGOで最近めっちゃたくさん捕まえたんだった。そういう意味でもったいなかったな。でもいいか。とりあえずね。うわ、この背景と。一致してる。擬態化しとるよ、こいつ。もう一体いけっかな。メモンがいいな。腰、くれ。オッケーオッケー。やったー。こいついいね。なんか、白黒写真みたいなエモンが。いや、ありがたい。このタコ丸さん、2体目くれましたね。ありがてー。この奇妙な色が好きだ。お、リーフィアね。来い、リーフィア来い。来た、来ちゃった。いいの。3体目だぞ。この方からもらうの。最高にいいかって言われたらそこまでだけど、いや、タコマルさんやばいでしょ。いきなりね、こんなね、たくさんもらえるとは。みんななんかオレンジっぽい色違いですね。3体も交換してくれたのは、ありがたいね。おー、こいつはダメだね。せめて色違い自慢しよう。ダメでしょ。ちょ、待てよ。お、いいね。じゃあ、ダメ。わー、ダメじゃん。持ってんかい。いやー、持ってんかい。海賊層多いな。お、すげえけどダメだ。お、ギラティな。お、ベッタル。お、ゼロオロじゃん。くれ、頼む、来い。無理か。きびいな。超多すぎでしょ、こいつ、ドットコム。ちょい。いや、ドットコム。無理だ。ダメだ。いい加減来てくれ。じゃあ、普通のやつしかいない。通常はきつい。また地盤始まった。欲しい。くれ、頼む。無理か。超無理。ドットコム。無理。やっぱ伝説多いな。いらんけど。バカ、無理。ドット CO のやつめっちゃ多くなってる。厳しいな、世の中。またドットコム。持ってんかい。ダメやん。きちい。ダメだ。辛すぎる。蔓延しすぎ。持ってんかい。お、いいね。こっくる。おっし、いいね。ピンク色。めっちゃいいじゃん。かわいいじゃん。こんなやつ、森にいたら、めちゃめちゃびっくりするけどね、実際。超いいよね、この色違い。いらない。お、ザルトいいじゃん。もう。お、こりゃいいんじゃん。来い、来るはず。オッケー、やった。めっちゃいいじゃん。化石またゲットしましたね。ピンク色。いや、同じ色が連続で続くもんなんですね。初代同士で交換というね、胸熱展開ですね、これは。ゲットだぜ。ただリピボだからレイドさんだろうね。お、くれんじゃん、これ。オッケー、サンキューベリーマッチングアプリやりたいね。それで彼女を作っていっぱい入れたいんだけど、リガルガンサンキュー。よし、4足歩行同士ね、交換してくれてありがとう。こいつは普通にかっこいいからね、嬉しいよ。お、キッスじゃん。キス、来い、来る。よっしゃ、マジなんでこの人2体目くれたんだけど、しかもちゃんと親名が日本語の名前っていうねありがあって、ラー油さんやばいわこの人。こいつは普通に何体いてもいいポケモンですからね。ありがとう。ドット CO 増えてきたね。おいドットコム多すぎだろ。もう私は色違いもらってるんですよ。おなんかこの親三月個体が増えましたね。 TB ついてないパターン、それで騙そうとしてんのか。チャお前の踊ってる姿だけは好きだけどいらん。チャすごいやつだな URL。 お来てくれ、来るよ。オッケー、ありがたいね。またピンク色じゃん。っていうかピンク色今回多いな。私がピンクなもの大好きってことを知ってるってことか。どうも。いやこいつも地味に持ってなかったからね。これやったんだよ一回企画で。ちょっと怪しいんだよな。ダメや、なんかちょっと怪しい。もうもらったよこいつも。じゃあダメだね。おああダメだ、もうダメ、もうダメやね、ダメやね。じゃあもうダメだ。パチンキーね。こいつもドットコムいるのか。もう交換させてくれ。シューこいつは持ってんだよ。来てくださいよ。無理でしょ、無理。ヘルプショゲルよベイベー。うわすげえ、こいつありこいつ絶対ダメでしょ。いっちゃすげえ色だな。しかも真っ黄っ黄いいけどダメ。炭治郎だって確かに鬼滅っぽいけどね。草だって笑われてるってことか。サンダーはくれないよ。あーダメか。うわ何もしないので切られた。無理です。これはいいぞ。こいつ欲しいよ。くれよ、くれるか。無理か、ダメだよ。こいつ多いな。交換に出す人パス。無理だよ。ヒバニー多いな。お踊ってんねこいつ踊りいいよ。深丸に続きいい踊りだよこいつ。好きなんだけどね。おくれんのこれ、頼む。ワンちゃんだけどワンちゃん無理か。ドットコムかい、持ってんかい。おライコーじゃん。なんだドットクラブってなんだよ。結構プテラ多いな。お海洋がじゃん。みつきさん怪しいよ。ストライクだけどアウト。お前マチャンプスじゃねえだろ。まただよこいつ。これかっこいい。ジガルでこのパターンラッキーかっけ。ラッキーくれ。来た。いやありがたいめっちゃいいじゃん。かっこいいこの何この色すげえ折れたわ一瞬で。カモネギ色じゃん。あケンタロスと似てるな色。そういえばまた初代と初代で交換という胸熱展開披露させていただきました。最高だろこいつ。バルちゃいくれる、持ってないよこいつ。私は頼む。オッケーか、ありがとう。またくれたこの人なんでさ同じ人が何回も交換してくれんの。今んところめっちゃ同じ人が何回も交換してくれてありがたいんだけど。しかもまたこの人日本語が親名のやつだからね。クイックボールだから信頼性もかなり高い。個体ゲット。まあ、こいつあんま色違いかわかんねえわ。でもパッと見私の知識では。ゴルダックいいね。ゴルダックも来るよ、来るよ。ありがとう。またくれた3匹目この人やばいでしょ。しかもまたこいつも日本語の親名さんというね。ただなんかこのゴルダック結構顔がでかくなったよね昔より。そんなことない。昔なんかもっとモデル体型だったような気がするんだけど。まあでもゴルダックはね普通にイケメンポケモンですからいいでしょう。ワンチャンもっとくれんじゃん。ライチュウか。ライチュウもくれんじゃん。はいありがとう4匹目ちょっと待って待ってこの人だけでもう終わっちゃうんだけど黒焦げライチュウ。この天さんなんていうものかわかんないけどありがたいよ。こんだけ交換してくれるのはすごいなこの人。一気にオラソアシレーヌ来るんじゃねこれ。来るよこの人。おっ待って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 また交換してくれたんだけど。しかも私の今までの経験上御三家の色違いってかなり珍しいですからね。エースバーンとかなんかいまだにドットコムとかのやつしか多分見たことないっていうぐらい御三家のドットコム率高いですから、そん中交換してくれるのがマジでありがたいよ。来い雪メロコ。また交換してくれんじゃね。あやばいいやまたなんだ神の人が現れたの。また奇跡起こってんじゃん。この人何体目だ今。5体6体目か。いやここまでめっちゃ頑張った甲斐あるわ。しかもスーパーボールだからね怪しくないし。怪しくない個体めっちゃ多いわこの人。よしラスト1体いけるぞこれ。交換してくれると思うこの人。おオーロンゲじゃん。ロンゲいくか。お待ってちょっと待って、これ交換してくれんのなんで。しかもこの人結構太っ腹すぎでしょ。オーロンゲは全くの太っ腹じゃなくて細っ腹ですけど、思いっきりくびれ思いっきりあるけど。うわラストこいつで飾れたのよかったな。オーロンゲはガチで嬉しい。しかもハイパーボールだしめっちゃいいじゃん。この天さん神でしょありがた。いやまだ交換してくれそうな気がするんだけどもういないんだよね。ちょっと待って色違いがもういない。いやちょっと待って、この花いらないからこの花出そっか。あ無理かごめん。ダーテングあ持ってるんだ。じゃあいらないの。リーフィアいらないな。ワンチャン交換してくれるぞこの人。あ無理か。アブリボンいらないな。あ無理か。結構厳しいな。これでいいや、ありがとう。最後めっちゃ交換してくれた。天さんありがとう。なんて読むのかは知らないけど。はい、ということで終了でございます。こんな感じで微妙な感じのですけど、ちゃんとね、いいポケモン手に入りました。結構嬉しいのがアシレーヌですかね。まず御三家はやっぱなかなかね色違いくれないんでめっちゃいいんじゃないか。であとはトゲキッスとかもちゃんとねバトルとかで使えるねポケモンなんでいいんじゃないの。まあバトルやんないんだけど。でラッキーね、ラッキーはこいつ色違いがかっこよすぎて最高っていう感じなんでいいってことですね。あとロン毛じゃないですか。やっぱこのね色超かっこいいからね。しかも巨大マックスっていう最高すぎだろこの人。ということで検証結果、色違いケントロス15体を使って野良通信交換でレアのポケモンはそこそこゲットできるでした。まあ、正直言うと映え的にはまあ微妙っちゃ微妙ですけど、まあ無難にグッドじゃないですかこれで。そろそろね大学とかの試験はもう近いのかな、そういう時期になってると思いますので、私みたいにね価値がないと思わず希望を持って試験頑張ってほしいなと思います。試験倒す気持ちで頑張ってください。